はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは。フィックスドスター父のスピカでございます。東京2020オリンピック種目別の金メダル狙っていきたいと思います。今回このオープニングで飛び込んでる水泳ですね。なかなか難しい競技の一つ、水泳の 100m 行きたいと思います。まあ、銅は取ってるんですけどね、なかなか難しい。これはまあ、スタートとターンと、あとはそのこのクロール、手の動きに合わせたあのタイミングですね。それが合わないとなかなか記録出ない。さあ、とりあえず予選、予選なんとか。まあまあ予選はまあまあ楽勝ですわ。48秒520、記録いいんじゃないですか。なかなか、48秒52、あ、そっか、前レコードは47か。まあまあいい感じですね。よし、次行きたいと思います。準決勝、よし、パーフェクト。まあ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 、タイムは48秒か。まあまあいい感じでタイム出てますね。よしよしよし、これで決勝なんとか。うんうん、48秒012、まあまあじゃないですか。さあ決勝、なんとか悲願の金メダルいきたいと思います。まあ決勝などでも周り全然早いんでね、なんとかマイレコード更新できるように頑張りたいと思います。
よし、パンク残り。よっしゃーしゃー来たー、やったー、金メダル来ました、ニューレコードでやりましたー。おー、やっとやっと水泳取りましたよ。あー疲れました。この水泳はなかなかこのタイミングが難しかったんでね、よかったー。ちょっとリプレイ行きたいと思います。なんとかニューレコードで。うーオリンピックレコード 47.050、 オリンピックレコードは抜いてないみたいですね。まあ、リプレイ行きたいと思います。ここで1位が接戦ですね。ここが接戦、最後ラストスパートでなんとかかろうじてもう一回いきます。スタートはね全然遅かったですね。でここからこの 50m がまあまあ良かったですね。ここでターンでまだ 2位ですね。2位、ここで2位で、ここであとの接戦、最後危なかった。わあ、なんとか悲願の金メダル。はーい、表彰式いきたいと思います。はい、どうも皆さんご視聴ありがとうございました。まあ残り金メダルもねわずかなんですけど、まあちょっとなかなか難しい種目もあるんですけど、まあ頑張って残りも取りに行きたいと思いますので、またご視聴のほどよろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう。